ジャック・アリ・ハーベイはジャマイカ出身でトルコ国籍の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで9秒92、200メートルで20秒38の自己ベストを持つ100メートルのトルコ記録保持者。2014年にトルコの市民権を取得。ジャマイカ人時代の名前はジャック・モンゴメリー・ハーベイ。8月、新鮮ユニバーシアードに出場すると、 100メートル決勝で10秒14をマークし、リーティス・サカラウスカスに0秒001差でセリー勝って、金メダルを獲得した。これまでユニバーシアードの100メートルで、ジャマイカ男子勢が優勝したことはなく、初の金メダル獲得となった。7月25日にトルコの市民権を得て、2015年7月24日からトルコ代表として国際大会に出場することが可能となった。 7月21日、ガラデカステリー・ベリンツオナの100メートル予選で10秒04のトルコ記録を樹立し、ラミル・グリエフが2015年にマークした10秒12を塗り替えると、決勝 B レースでも10秒03のトルコ記録を樹立した。8月、北京世界選手権の100メートルに出場すると、予選を自己ベストに迫る10秒04で突破し、初出場ながら、セミファイナリストとなった。 準決勝でも自己ベストに迫る10秒08をマークしたが、組5着で敗退した。9月14日、100メートルで10秒01のトルコ記録を樹立。自身の持つ従来のトルコ記録を0秒0に塗り替え、9秒台に肉迫した。6月12日、高知記録ながら100メートルでヨーロッパ歴代6位体の記録となる9秒92をマーク。 自己ベスト及びトルコ記録を0秒09更新し、10秒の壁を突破した初のトルコ選手となった。7月、アムステルダムヨーロッパ選手権に出場すると、100メートルで決勝に進出した。決勝では10秒07をマークし、チュランディ・マルティナと同タイム基礎ありの2位に終わり惜しくも、金メダルは逃した。8月、リオデジャネイロオリンピックでオリンピック初出場を果たすと、 最初に出場した100メートルは予選を10秒14の組2着で突破し、この種目では男女通じてトルコ勢初のセミファイナリストになった。迎えた準決勝では10秒03とタイムを縮める目組4着に終わり、タイムで拾われるには0秒0に及ばなかった。100メートル以外にも200メートルと 4X100 メートルリレーに出場したが、両種目とも予選敗退に終わった。 記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。備考欄の記録は、当時のもの優勝したダイヤモンドリーグの大会を記載。金色の背景は、ポイント対象レースを意味する。ありがとうございます。